小鳥テレビ。皆さんこんにちは、小鳥テレビです。しばらく前まで鳥の人形でしか出ていなかったんですが、メディアテークの小川と申します。今日はですね、いつもの小鳥テレビとは様相が異なりまして、実は今3月の今日2日ですね、はいはい、図書館メディアテークフェスティバルというイベントからお送りしています。で、小鳥テレビはその中で今まさに2時間でできる小鳥テレビというワークショップをやっていて、7階のスタジオ B から突然、放送というか撮影をしているわけですけれども、今日はですね、ゲストがいらっしゃいます。加藤喜一郎さんです。加藤喜一郎です。お願いします。はい、急に声が小さくなってます、ね、本当ですか。はい、今日はその2時間でじゃあ番組を作ってしまおうということで、お題がありまして、はい、私の好きなものということで、はい、加藤さんにあるものを持ってきてもらいました。はい、何ですかこれは。本です。僕がこの度、はい、出版学校、小さな出版学校で制作した本を持ってきました。はい、小さな出版学校っていうのはちなみにどんなものなんですか。ブックブック仙台が主催してるんですか。はい、だいぶアバウトな、素人の本好きが集まって好きな本を作るっていう、うん、はい、僕はあまり本好きじゃないんですけど、本を書くのは好きで、だからその皆さんなんか手の込んだものを作ってますけど、僕はシンプルに本らしい本を、はい、中身重視で。中身、あ、じゃあ中身は全部加藤さんが書いた。書きました。これ結構なページ数ですよね。何ページあるんですか。212ページあります。1センチぐらいですね。これ小説、体験記です。あ、どんな体験記なんですか。去年の夏に中国に行ったんですけど、はい、ツアーで行ったのにそのツアーからはぐれてしまって放浪した7日間。あ、それって本当に放浪した、放浪って本当に野宿したり、はいはい、ターミナルに泊まったり、はいはい、あ、じゃあこれに書かれていることは小説じゃなくて、はい、ノンフィクションです。あ、なるほどなるほど、はいはいはい、へえ。ちなみに、はい、今、小さな出版市が1階で始まって何時間か経ちますが、はい、何冊か売れた。売れました。ありがたいことに。おめでとうございます。ありがとうございます。どんな人がちなみに買ってったんですか。中年女性が多いです。はい、はい、4名買ってくださって、はい、そのうち3人が中年の女性でした。ありがとうございます。ありがとうございます。買ってくださった方、ありがとうございます。加藤さん、ところで、はい、はい、本を作ったって言ったのに、はい、さっき別に僕は本は好きじゃないんですけどって、はい、本当に好きなのは何なんですか。本当に好きなのはクロスバイクです。クロスバイク、クロスバイクご存知ですか。それはエンジンのついているバイクの方のクロスバイクではなく、自転車の方の、バイセコーの方の、はいはい、あ、はい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 、わかります。はい、クロスバイクっていうのはロードバイクと、そのすごい競技用の自転車、速いやつと、マウンテン、そのサスペンションがついててこう坂道行けるやつの中間にある自転車のことで、ちょっと荒い道も走れるし、スピードも出せるし、街の上には最適だという、いいとこ取りな。あれ、加藤さんは学生ですよね。じゃあ大学にそのクロスバイクで通っている。時々あれ時々大学山の上なので、はいはい、坂つらいので、ええ、途中まで行って、はい、自転車止めて歩いて登ったりしますね。それクロスバイク好きとしては失格なんじゃないでしょうか。毎日自転車を大事にするがゆえに、あ、なるほど、やっぱりこう、はい、坂登ることで負荷、はいはい、負荷というか、はいはいはい、あるので、あんまり、ええ、あとやっぱ氷が怖いですね、冬は。なるほど、ね、なるほど、ね、もしこの本が欲しいっていう方がいたらどうすればいいですか。僕のホームページがあるので、はい、そこから注文していただければ。3月の中旬には2版をするので。わかりました。じゃあもし欲しいという方がいらっしゃったら先ほどのウェブサイトにアクセスしてみてください。はい、それでは加藤喜一郎さん、突然登場して好きなものを語っていただきました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。
仙台メディアテイクの矢野です。今日は2時間で作る小鳥テレビという趣旨で番組を作りたいと思います。今日はゲストをお呼びしております。本日と明日、1階仙台メディアテイク1階の小さな出版市という、イベントに出品をされている寺田さんをお呼びしました。こんにちは、寺田まりえと言います。今1階でやっている出版市に、作品本を出しています。今日はじゃあ寺田さんの作った本を、はい、いろいろ内容についてお聞きしたいと思います。はい、どんな本を作ったんでしょうか。はい、本はこれなんですけれども、私自身すごく本が好きで、このタイトルからはどんな本かってなかなか分かりにくいとは思うんですけど、私とあともう一人手島という友達と2人でこの本を作ったんですけども、本好きによる本好きのための本を作りたい と印刷というかレトロ印刷という手法で作ったんですけど、この印刷方法で何か紙物を作ってみたいと思って作った本です。このタイトルの斜めに歩くというのがちょっと私は気になったんですけど、どういう意図があるんでしょう。ですね、内容は本に関すまつわるいろんなことなんですが、私今日もボーダー着てるんですけど、横のボーダーの服を着てることが多くて、で手島は縦のストライプの服を着て会うことがすごく多かったので、それで縦と横にしたんですね。はい、で斜めに歩くというのはもうタイトルが全然決まらなくて、縦と横だから斜めでいいんじゃないかっていうのがそういう安易なのが一つと、あとはここにも最初に書いたんですが、本の知識は全然ないんだけど、自分たち独自で本の世界を楽しみたいっていうのでこれを作って、でそれは本当に本を読むときに斜め読みにバーッと読むっていう感じに似てるんじゃないかっていう私たちのイメージでつけました。この本を皆さん作るきっかけとなったのが7月からやっていた小さな出版学校という、はい、講座ですよね。はいはい、その講座がまあ半年間行われてたんですけど、その講座を受けるきっかけとか受けてみようと思ったきっかけを教えてもらえますか。はい、きっかけは下のフリーペーパーを置いてあるところがあると思うんですけど、そこでチラシをまず見つけて、もともと本がすごく好きなので、でも作ったことがなくて面白そうだなっていうのと、あと今書店で働いてるんですけど、そこの先輩からチラシをもう一度同じチラシをもらって、でよかったらこういうのがあるから参加してみないかって言われて、で、あ、じゃあいい機会だし仙台にいるしやってみようと思うんで、はい、ということですね。そうですね、はいはい、半年間講座を受けてみてどうでしたか。半年間もあったのに本作りってやっぱ簡単じゃないなというのがすごく今身に染みていて、毎月2人東京から講師の方が来てくれて、でそこで聞いた話はすごく参考になるなと思って、ああこういうふうにやればいいんだっていう参考になる話はいっぱいあったんですけど、それをいざ自分たちの本にこう入れるっていうか、参考にどう生かせばいいんだろうっていうのがすごく難しくて、でも一回やってみてちゃんとできて、今下でも何人か買ってくれる方がいたので、やっぱそれは嬉しいなと思って、また講義があったらまた受けたいなとも思いますし、関係なく講義がなくてもまた作りたいなとは、はい、思います。じゃあ皆さんどこかの場で縦と横作業室の本を見かけることがありましたら買っていただきたいと思います。はい、では本日はありがとうございました。Thank you.
鳥テレビ。
小鳥テレビ。皆さんこんにちは、小鳥テレビです。いつもの小鳥テレビと全然違うんじゃないかと思われたかもしれませんが、今日はですね、実は今、3月の2日です。メディアテイクで図書館メディアテイクフェスティバルという、イベントをやっておりまして、この小鳥テレビはですね、その中で2時間でできる小鳥テレビというワークショップを行っております。というわけで今実は2時間のうちの何分かが経った間なんですけれども、今このように撮ってすぐにその場で5分番組にしてしまおうということをやっているところです。というわけでメディアテイクの小川です。ゲストをお呼びしています。高橋徹さんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。というわけで今日手元に iPad を持ってきていただいているんですが、その中に入っているのは仙台の古地図です。はい、大正元年の仙台の地図になっています。はいはい、でこの真ん中のあたりに青い点が見えると思うんですけど、これが現在地、はい、仙台メディアテイクの場所になっています。ここが県庁ですね。はいはい、で常禅寺通りがありまして、はい、今現在地がここにあると、はい、いうことになっています。これはどうしてここが今メディアテイクだって分かるんですか？それは GPS がこの iPad に入っているんですけれども、はい、その GPS の位置情報、普段は Google マップの方に出るようになっているんですけれども、一応これを変換してみますと、ちょっとこういう感じで Google マップ上で現在地出ますね。はいはいはい、でこの現在地の Google マップの地図とこの古地図を位置を合わせています。はい、なのでちゃんと現在地がこの古地図の上でも出るという形になっています。でこれ他の場所もじゃあ同じように分かるんですね。分かりますね。はい、はい、あの仙台駅はもうそのままここにあるんですけれども、はい、まあ、道幅が変わっていたりしますね。現在地に切り替えるとですね、はい、あ、青葉通りが確か途中で途切れてたんじゃなかったですっけ。はい、こう地図にしますとこんな感じで、ここに青葉通りが、はい、先ほど見えてたと思うんですけれども、はいはい、ないですよね。はい、大正時代にはなかったものが後からできたというのが分かります。こういうことがお好きなんですか？そうなんです。でこれは仙台 の、はい、あの市街地の古地図なんですけど、はい、こういう吉田初三郎という方が以前に長官図を大正時代にたくさん書かれてるんですね。でこれは京都の古地図なんですけれども、京都の大正時代の地図なんですけれども、まあ、よく見ると京都の比叡山がありまして、琵琶湖がありまして、その向こうによく見ると北海道とか樺太とか書いてあります。はい、で青森の手前に現在地が出てます。はい、まあ、仙台がこの辺りだということで出てますけれども、はいはい、まあ、こういう正確でない地図でも現在地を出すというものを作ってやっています。これじゃあ高橋さんは全国津々浦々のこういう地図をそうです、ね、お持ちというか使って作っているんです、ね、そうですね、いろんな方と協力して、はいはいはい、今回は20世紀アーカイブ仙台さんですねと一緒に、はい、仙台のものは作らせていただいて、はい、まあ、他のところは図書館さんであったりいろんなところの地図を使って、例えば現在の観光地図とかも使って作らせていただいています。はい、今のそのインターネットの地図って正確なんですけれども、はい、まあ、そういう人間味みたいなものは失われちゃって、まあ、どこかを探すときには効率はいいですけれども、その土地っていうものが見えなくなっていると思います。でも古地図とかイラストマップというのはその書いた人がその土地をどういうふうに思っているのか、どこが大事と思っているのかっていうのが表されていると思うんですよね。でそういうものの中で現在地を出しながら歩くことによって、その地図の作者の思いっていうのが伝わってくるんですね。例えば古地図で歩くと、その古い時代にその仙台の市民の方々がどういった思いを持ってこの、 あの土地っていうものを見ていったのかっていうのを少し感じながら歩くことができるので、非常に親しみを覚えることが自分自身もできます。はい、ということで、じゃあ高橋さん、ありがとうございます。ありがとうございました。
ビ。影響あるもんじゃないかな。そう思うと。まあそれと園芸センターだから。マッチン、マッチン。日本語だったらペラペラないの。いやいやいや。いや私日本語怪しいんだよ。怪しいんだよ。アパートが。イタリアの？あ、下にカラオケルームがあって。バンクーバー。トロント。これが作業場です。トロント。フランスエリア。フレンチの。分かるよね、汚れてたから。ここまで水なかったけど。あ、そうですか。だからうちはこの分だけ残って、水の上にあったんですね。これは何ですか？これは津波の火葬です。これが、これ、そうだ、場所が分かんないんです。今頃は何もないんですけども、夜は明るくて困ってます。夜明るい？それな。都会の光がここが届くんですよ。あ、遮断するものないから。そうそう。え、ここ真っ暗で、私あんなに真っ暗なんじゃないかと思ってたの。明るくて困るんです。都会より明るいでした。意外。閉めるのが閉めるのがってきたら閉める。ですぐ直す。で、10月の9日から帰ってきて、その次の日から工事始めて、4月14日まででだいたい入れるようにしたという、その状況です。奥さんも立派ですね。だね、母ちゃん、ね、私こう言ったんだよ。いや、聞いてると、いや、奥さんも。私ね、母ちゃんこう言ったんだと思って、ね。80まで生きて10年、ね、90まで生きて20年、100まで生きて30年。だから100まで生きるんだから30年住むようなうちに直すから、うん300万ぐらいかかるよっつだから全員出せっか出せっかもわかんないし大丈夫だと思うよっつからんでっていうので始まるね本当の話です。実際にはそういう話したんです。ね、私奥さんの同意もないとだってそれも進まないですしね。うん、財布持ちは母ちゃんだね。私あの一銭も持ってませんので。いろんな人がねいろんなことで来てくれていろんなことやってくれてなんとかここまで、うん、そうですよね。この部屋は紙がちょっと汚れ下から汚れたので水はここの上にしぶきで上がってきたんですね。で昔の壁のままです。これをこれが貼り直したやつ。作ったの今度ね。そうそうそう、そうなサンルームっていうか洗濯干し場ですか。来るたびにいろいろバージョンアップしてるんですね。眺めると何にもないから眺め最高。台風をすぐに。じゃあ海見たいとかお父さん連れてくかしら。そう、ね、よくやったね。しかしお神様でね。
しばらくぶりでね、また作ってみようかなと思って。反対側、尻尾を回してるんじゃなくて、弾くと、うん、弾くと回る、頭が撫でるだけ、鳥反対撫でると、うん、反対が。お地蔵さんだから傘を背負って、秋江の神社さ持ってて喜ばれて、その10個持ってって飾ってきたの。この前ね、秋江のこういうふうなのを お地蔵さんで、あの神社なんだけど、お地蔵さんだよ、分かって 神社じゃないぞ。どう神社にお地蔵さんいないぞ。ないの。え、違うんですか。お寺なの。だって仏さんのお地蔵さん。ああ、なるほど。えらい長い時間回ってますね。うん、うん、そうね。回っちゃった。下を回さないように上で回さないと。難しいよ。逆に難しい。うん。すごく軽く回る。うん、それでいいんだ。顔だけです。思いっきり回すとカタカタするんですよね。面白い。ああ、グラグラしてる。もっと強くしてもらうか。少しちょっと回りにくいんだけど、これをね、背中に、あの尻ねしてるウサギの脇をそっと取ったはずが、くっついてたんですか。背中に乗られたから亀慌てふためいた。ああ、慌て亀って言ってる。慌て亀、うん、なんとか振りほどいていると必死になってるところ軽く回してやる。指当たらなくてもいいし、あんまりこれ元気に動いちゃってもね、片手もいいから、ゆっくり動いて。ゆっくり動いて。みんな後ろ向いちゃって。何で後ろに向いちゃうの。あんまり向いちゃう。ほら、
ことりテレビ。
りテレビ。
とりテレビ。
とりテレビ。
皆さん始まりました、小鳥の森スタジオ in 仙台。イエーイ。さてこの番組は今まで皆様にお送りしておりました小鳥テレビをさらにパワーアップし、ここ仙台メディアテイク7階特設スタジオより市民が市民の目線で市民のためにお送りする情報発信番組です。はい、改めてご挨拶させていただきます。当番組の司会を務めさせていただきます服部夏実です。よろしくお願いします。はい、同じく司会を務めます神山真嗣です。皆さんよろしくお願いします。2人とも初めての経験ですので、はい、どうぞ温かい目で見ていただけますようお願い申し上げます。お願いいたします。さて服部さん、この番組はすべて市民ボランティアの方が取材をして編集をして、そしてこのスタジオ収録自体もすべて市民の手で作っているんですよね。はい、そうなんです。あのカメラさん、ちょっと後ろを映していただいてもいいですか。どうですか、全員ほとんど機材を触るのが初めてのスタッフさんなんです。うん、なかなか皆さんチャレンジャーですねところで先月まで放送していた小鳥テレビはどうなるんですか。はい、ご安心ください。今まで通り小鳥テレビは一緒にやっていきます。小鳥テレビは後半スタートなのでぜひお楽しみください。はい、さて服部さん、はい、記念すべき第1回、今回の情報は何でしょうか。はい、今回は小手調べということで身近なところを押さえてみました。ここで素晴らしいゲストをご紹介いたします。仙台メディアテイク企画活動支援室の斉藤和弘さんです。こんにちは。こんにちは、メディアテイクの斉藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は仙台のランドマーク仙台メディアテイクをまるっとご紹介させていただきます。斉藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では1階から詳しく斉藤さんと一緒に紹介していきたいと思います。はい、斉藤さん、1階はものすごく天井が高くて広いスペースとおしゃれなお店が2軒ありますね。はい、1階はプラザと呼ばれる、公開空地のスペースになります。ここには案内カウンター、あとショップ、カフェ、貸し出し空間となるオープンスクエアがあります。天井高が6メートルもありまして、こちらはかなり開放感のある空間になっております。それでは続けて2階部分に移ります。斉藤さん、2階はこれ図書館ですよね。はい、厳密には図書館ではありません。あ、そうなんですか。はい、図書館も部分があるというのが、正しい言い方になるかと思います。映像や音響の貸し出しを行っている映像音響ライブラリーというのがございます。目の不自由な方向けの資料である録音図書、デイジー図書、またはあの耳の不自由な方向けの字幕入りビデオの貸し出しを行う相談カウンターがあります。それからですね、貸し出し、貸し館のスペースとなる会議室がございます。あと図書館の部分というところになりますと、新着の新聞、雑誌のコーナーと児童書のコーナーがございます。さて図書館の3階ですね。私気になってたんですけれど、はい、3階には中4階みたいなところありますよね。3階部分はですね、一般書とあと雑誌新聞のバックナンバーが開花されていて、4階部分は、郷土資料のコーナーになっております。はい、サクサクいきましょう。5階6階をお願いします。はい、5階と6階ギャラリースペースになっております。それぞれの階には名称がついているんですけれども、このギャラリースペースだけ、数字がついている名称となっております。で、実はですね、この数字ですね、天井までの高さを表しておりまして、5階がですねギャラリー3300、6階がギャラリー4200という、名称になっているんですけれども、5階の方が3メートル30センチ、6階が4メートル20センチの天井高という意味になっております。それから6階はですね、一つの大きな空間というふうな形になっているんですけれども、66枚の、可動壁の組み合わせによってさまざまな空間を作り出すことが可能となっております。わあ、そうなんですね、うん、初めて知りました。はい、さてここ私たちがいる階ですが、正直ここはよくわからないですよね。うん、はい、こちらはですね、7階のフロアスタジオと呼ばれる空間になります。市民活動が、よく頻繁に行われているんですけれども、説明についてはちょっと私ではなくて、助けを呼んでもいいでしょうか。こんばんは、清水区です。
このスタジオなんですけれども、一見通路に見えますが、ここはですね、市民の皆さんが自分の興味関心があることを調べたり、実験したり、作業したり、発表したりする場所です。毎日たくさんの方が活動しているんです。で、その活動が大きく4つに枝分かれしたプロジェクトがあります。1つ目、考えるテーブルという対話のためのプロジェクト。震災復興とか地域社会とか表現活動について考えていくための対話のための活動で、これもホストを務めるのが共同者である市民の方々です。さまざまなイベントをだいたい週に1回くらいのペースで開催しています。で、次2つ目、これはバリアフリーデザインといって、社会のさまざまなバリアに目を向けて、あれやこれやと課題を共有していくための取り組みです。具体的には、目や耳の不自由な方向けに点字翻訳をしたり、音声解説とか日本語字幕をつけて映画の上映を行ったりしています。3つ目、地域文化デジタライズといって、昭和初期から平成までそれぞれ街並みや生活の移り変わりが記録された写真とかフィルムなどの映像資料を出版物やウェブサイトなどを通して将来にわたり広く公開共有しようというプロジェクトです。実際には8ミリフィルム、それとか昭和の初めの頃の写真などをみんなで囲んで情報交換したり、それから思い起こされる記憶を語り合ったりしています。で、最後4つ目、これは3月11日を忘れないためにセンターという長い名前のプロジェクトです。これは市民の皆さんや専門家スタッフが共同して震災からの復旧復興のプロセスを独自に発信記録するプラットフォームです。巣みたいなものですね。で、これはここのスタジオとか機材を使って情報収集したり、映像や写真の編集をしたり、上映会を開いたりしています。で、そんなようなことで、完成した映像記録や写真、音声テキストなどはウェブサイトや印刷物 DVD でたくさん広く皆さんに見ていただけるように公開しています。このDVD なんですが、2階の映像音響ライブラリーで視聴ができるので、皆さんもぜひ見てみてください。あら、ちょっと私おしゃべりが過ぎましたけれども、山盛りでしたが、皆さんお分かりいただけましたか？駆け足でしたが、仙台メディアテイクという建物が少しでもご理解いただけたでしょうか？はい、メディアテイクはいろんな顔を持っています。図書館だけでなく、積極的にこの施設を使ってみてはいかがでしょうか。斉藤さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、お待たせいたしました、小鳥テレビの時間です。どうぞご覧ください。今売ってたのね、ナイロンって聞いたやつを、それを見て、ね、興味を持って、それが始まったんです。同じように20年ぐらいかかるし、あれからはもうまた昔のように本格的に氷炭を作り、また押し始めました。
今回はこれで終わりです。いかがでしたか？はい、カメラマンさんもディレクターさんももちろん私たちも、初めてだったのでいろいろ大変なこともありましたが楽しかったですね。はい、はい、楽しかったです。次回も市民が市民の目線で市民のためにお送りする番組をお送りいたします。はい、それでは皆さんさようなら。はい、さようなら。次回もお楽しみに。小鳥の森スタジオ in 仙台第2回目の放送です。はい、司会の聖ウルスラ学院 H 高等学校服部夏実です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、同じく司会を務めます専門学校デジタルアーツ仙台の神山真嗣と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はメディアテイク7階特設スタジオより市民が市民の目線で市民のためにお送りする情報発信番組です。はい、私まだ2回目なのでドキドキなんですけどどうですか？まあ、でもまだこう第1回目の時よりは少し緊張が和らいだかなというふうに思いますね。はい、はい、今回も第2回目ということで頑張っていきましょう。はい、頑張ります。はい、今回もスタッフ含めて全員が市民参加でお送りいたします。では神山さん、今回の情報は何ですか？はい、それでは早速ゲストの方をご紹介しましょう。それではゲスト、この方です。おお、止まった。すごい。どうなってる？はい、改めてご紹介いたします。保護のプロフィス代表本郷正和さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあすごかったんですけど、この仕事を本業でなさってるんですか？いえ、私は昼間は団体職員として勤めていまして、休みの日などにジャグリングによる活動をやっております。あ、そうなんですね。ジャグリング一筋の方とかいらっしゃるんですか？はい、私どもメンバーの中でも、ジャグリング一本で、やっている、プロのメンバーもおります。あ、そうなんです。どれぐらい練習されるんでしょう？まあ私は特に今はもうあまり練習はしてないんですけれどもそうなんですね。日本大会や世界大会を目指す人はですね、1日に7時間とか8時間とか、寝る間を惜しんでジャグリングの練習をしている人もいるようです。あ、すごい。はい、その本郷さんのその保護のプロフィスというのはもう主にジャグリングをしている団体さんなんですか？保護のプロフィスはですね、アートやパフォーマンスによる楽しい街づくりを、する市民活動団体ということで、ジャグリングの他にも、写真展の活動とかですね、もやっております。素敵ですね。ジャグリングの魅力というか楽しさって何ですか？ジャグリングはやっぱりですね、こういう道具を、いかにこううまくいろんな技を、覚えるかという、やっぱり習得してできた時の達成感という面白さもありますし、それを技を見せた時に先ほどもたくさん拍手いただいたように、見て楽しんでいただいて、そしてなんかそういう楽しみ方もありますし、またこのジャグリングを使って日本大会とかそういういろんなところに出かけることによっていろんな人たちと友達になったりするというようなコミュニケーションツールとしての楽しさもありますね。我々なんかがよく知っているジャグリングっていうのはお手玉みたいなボールをこうやるようなものなんですけれども、他にもいろいろジャグリングっていうのはいろいろあるものなんですか？お手玉が基本になりますけれども、その他にこちらの輪っかなんかを使ってですね、こういうリングのジャグリング、
あとコンボのようなボーリングのピンのようなやつですね。 あれが、クラブジャグリングっていう、これが、まあ、トスジャグリングという一般に言われる投げて楽しむジャグリングがありますし、その他にも箱を使ったシガーボックスであるとか、棒を使ったデビルスティックであるとか、あとは水晶玉のようなものを手の上でこうゆら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 とマジックのような見せるコンタクトジャグリングというですね、そういうのもあったりとかもします。いろいろなものをジャグリングっていうふうに言うんですね。はい、主にそのジャグリングで結構イベントなんかを回られてるんですか？そうですね、私ども保護のプロ室では、いろんなお祭りとか児童館とか、イベントごとに呼ばれればそちらの方で行ってパフォーマンスをやって、ショーをしていたりとかもします。はい、幼稚園とかこう子どもたちにも結構回ったりするんですか？はいはい、昨年は、補助金の活動がありまして、それで宮城、岩手、福島の3県の児童館を年間15件ほど、昨年と一昨年と2年連続で回させていただいております。いろんなところでイベントをされているんですね。はい、はいはい、それではここで、1月18日に仙台メディアテイクの1階のオープンスクエアで行われたイベントをご紹介いたします。はい、本郷さん、こちらのイベントはどういった目的で行われたのでしょうか？はい、これは私ども保護のプロ室が年に1回保護のエキスポという名前で主催イベントをやってるんですが、その中でのジャグリングコンベンションというジャグリングの活動を紹介するイベントとしてやっております。現在では日本各地から、ジャグラーが集まる、そういう一つのちょっとした東北では一番大きいんじゃないかなと思われるイベントになっております。なんかメディアテイクの1階ってすごい天井が高いじゃないですか。さっき私練習風景を見てまして、ジャグリング、そのボールを使ったやつでなんかすごいヒューンって上に上げて、高く天井にバーンって当たってすごい勢いで落ちちゃったりとか、我々がこうジャグリングをこうやろうって思った時にこう何かコツみたいなものってあるんですか？まずですね、今ジャグリングをやろうと思ったときは一番最初にこういうボールを使ったボールジャグリングから始めると思うんですけれども、はい、まあ、お手玉のやり方、我々が始めた十数年前にはほとんどやり方がわからない状態だったんですが、今はインターネットがあるので、インターネットでジャグリングで検索するといっぱい出てきますので、そういうお手本を見ながら、あと世界中のすごい技の人たちを見ながら練習するのが一番いいんじゃないかなと。またインターネットは情報を得るだけではなく自分からも情報を発信することができるので、世界中の人たちと友達になりながらジャグリングができるというとてもいいツールだと思います。広いですね、言葉が通じなくてもジャグリングで見せ合ってこう、はい、あ、なるほど。こう皆さんにこうジャグリングの楽しさであったりこう魅力なんかをこう教えていただけたらなというふうに思います。はい、ジャグリングは一人でやってもできますけれども、みんなでやるともっと楽しいよと、そういう、見たりやったり教えたり、みんなで楽しい空間をジャグリングで作っていければいいんじゃないかなと思っています。いいですね、世界が広がります ね。そうですよね、子どもたちとも結構一緒にされるんですか？そうですね、児童館の方に回った時には、子どもたちにも教えたりとか、あと青葉区民祭り毎年11月3日にやってますが、そちらの方では我々ジャグリングのブースを設けて一般の市民の人たちにも、教えたりとかもしてます。なんか興味持ってそれで極めて世界一になったとか言ったらすごい素敵ですもんね。そうですね、ぜひ日本からそして仙台からまたね世界に羽ばたくジャグラーが出てくることがあればいいなと常々思っております。そうですね、はい、今後何か予定があれば教えていただきたいと思います。はい、日本ジャグリング協会では、年に1回の、日本最大のジャグリングコンベンション、ジャパンジャグリングフェスティバルというのがありまして、これは今年も10月東京の代々木オリンピックセンターで行われます。すごいです。はい、今豪華ゲストも検討中ですのでぜひ、ジャグリング興味のある人は日本ジャグリング協会を検索して見てみてください。そうですね、ぜひ、はい、足を運んでみてはいかがでしょうか。よろしくお願いします。本日はジャグリングを中心にしたパフォーマンスやイベントを行うグループ保護のプロフィスの本郷さんにお話を伺いしました。本郷さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。次回も市民が市民の目線で市民のためにお送りする番組をお送りいたします。はい、それでは今回はこの辺で、それでは皆さんさようなら。さようなら。ハイパフォーマンス、おー。
鳥テレビ。Thank you.
の森スタジオ in 仙台第3回目の放送です。こんにちは、今日は私本田美香と伊藤文江の司会でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はなんと仙台国分町のピーターパンというお店でお送りいたします。本日のゲストは福島県出身の打楽器奏者として国内外でも高く評価されている朝ちゃんです。先ほどのご覧いただいたライブを終えてすぐの、ご出演となります。お疲れのところありがとうございます。ご紹介というか、昔は東京スカパラダイスオーケストラっていうのを自分で作っちゃったんですけど、ソロ活動に移って、いろんな人のサウンドプロデュースとか、主に太鼓を中心とした活動をしてます。本日のライブではさまざまな楽器をお使いになってたんですけども、特にこちら、そうです、この楽器が、ちょっとこれはカラフル仕様なんですけど、仙台の方が、なんかこう自分でペインティングした楽器なんですが、これがタブラボンゴという楽器なんですが、タブラボンゴなんて呼び方から名前を付けたりしたのも僕なんで、こういう楽器が世界中にあるわけではなくて、言ってしまうと創作楽器の一つなんです。その音がとても簡単にそうちょっとなんていうのアジアンな、ちょっと簡単にやるとこっちで左手でパソコンのマウスをこう動かしてスライドさせてるみたいな動きとか、右手はテンキーを打ってるみたいな、あんまりこう叩いたりしない楽器で、こすったり指先でコントロールするような不思議な、指先でやるような繊細な動きをする太鼓です。音もちょっと不思議な、あれですけど、こうドゥッドゥッとかっていう、そういう表情が、そうですね、ボーンっていう長い、ルックスからはあんまり出なさそうな低音が出ます。もう叩き始めているタブラボンゴ奏者がかなりもうすごい、仙台はもう国内見てもすごいですね。大フィーバー中ですね。大フィーバー、はい。なんだろう、ワークショップをだから、2年前に、2回やったんですね。なので、その時も限定15人ずつでしたので、30人ぐらいいるんですね。で、30人の人全員ではないですが、ほぼみんなそういう楽しみ方を見出して続けてる方が多いです。ライブ活動なんてもやってます。そうですね、今日のライブも前座として出演されてましたよ ね、ちょっとパフォーマンスがね、ちょっとユニークですけどね、ちゃんと演奏してると思います。ちょっと感動しました。ふみさんのロマンスグレーサウンドスケープの演奏の前にこの場を借りてタブラボンゴという楽器のプロモーションと、あと簡単な前説をさせていただきたいと思います。少々お時間いただきます、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。それでは仙台春組秋組からお二人をゲストとしてお招きしました。仙台タブラボンゴ春組秋組の清野優子です。よろしくお願いします。お願いします。同じく、伊藤久です。よろしくお願いします。今回演奏される前にワークショップがあったわけなんですが、ワークショップに参加しようと思ったきっかけや何かありましたか？きっかけは普通にカフェにチラシが置いてあって、
あ、なんかすごい面白そうと思ってもう気軽な気持ちで参加しました。タブラボンゴも全然よく分からず、まあ、ちょ面白そうかなっていうので。なんか他に音楽をされてたとか？あ、私は全然何もしてないです。はい、私はもともと朝ちゃんの、大ファンで、某あの SNS をずっと、追っかけていたら、そういうこういうワークショップがあるっていうことを知って、で僕は音楽バンドをずっとやってたんですけども、こういうリズム楽器とかは全然やってなくて、結構参加していいものなのかな、大丈夫かなって戸惑ったんですけども、やっぱり憧れのアーティストに、教えてもらえるっていうすごく貴重な経験だなと思って、ちょっと勇気を出して参加しました。では本日の前座としての出演のほかに、春組秋組としてどのような活動をされてますか？あ、じゃあお願いします。普段、大体決まってるわけじゃないんですけども、大体月に1回から2回ぐらい、公共施設だったりお店を借りてみんなで集まって練習しています。お店を借りたりっていうとどこのお店で？ここのピーターパンで、ここでされてるんですね。はい、お借りして、練習やらさせてもらったりしてます。はい、ではこのタブラボンゴ、はい、2012年にワークショップを行った、はい、ということを伺いましたけども、はい、また続々とこれから欲しいって方現れるんじゃないかと思うんですけど、はい、今後そういう手作りの予定をしてはいるんでしょうか？はいはい、実はもうまさにというか、はい、近々なんですけど、3月の15日16日この2日間かけて、計3回にのメニューに分けまして、はい、作るところから、なんでしょう、音を出す、それから それをリズムにしていくみたいな、まあ、3日間で習得できるわけではないですが、その習得するためのスタートラインに立てるようなワークショップをやります。なので普通のワークショップみんな楽しいねというよりはもっと、リアルなね体験ができるワークショップを、もう一回言いますが3月15、16土曜日日曜日ですで行います。はい、はい、ぎゅっと内容の詰まった内容詰まってますよ、3日間になりますね。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。では本日はタブラボンゴの生みの親朝ちゃん、そして春組秋組のお二人にたくさんお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では今回もスタッフを含め仙台市民の力で全て番組をお送りいたしました。それでは皆さんさようなら。次回お楽しみに。心を癒されることですね。あと地味な世界ね、植物をね通していろいろな人と会えて非常に楽しく生活が送られる。その通りです。何でしょう？肉厚。肉厚あんま
まり借りないところかな。借りない元気のところ。全然届かないけど。いやいや。50人ちょっとだね。どこが魅力で？みんな。多肉植物の魅力だ、うん、俺はみんな忘れたからダメだよ。
小鳥の森スタジオ in 仙台。イエーイ。はい、始まりました。司会をやらせていただきます聖ウルスラ学院 H 高等学校服部夏実です。よろしくお願いします。そして新しく、はい、どうぞ。はい、同じく司会を務めます、専門学校デジタルアーツ仙台の柿崎隼人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この番組はメディアテイク7階特設スタジオより市民が市民の目線で市民のためにお送りする情報発信番組です。はい、今回もスタッフ含め全員が市民参加でお送りします。今回はこの方です。青葉こけし会広報担当熊谷仁奈さんです。イエーイ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。熊谷さんは先ほど流れた映像を取材されたそうなんですけれど、私そのあんまりこけしは詳しくないんですけれど、結構いろんな種類今あそこの前に並んでるようにいっぱい種類あると思うんですけれど、はいはい、どういった種類があるんですか？主に地方とか何だろう、系列系統っていうのがあるんですが、11系統あります。あ、そんなにあるんですね。はい、熊谷さんが気に入ってる系統は何なんですか？はい、やっぱり仙台の周辺なので、はい、あの遠がったですかね。遠がった、はい、遠がった温泉が宮城沢にありますよね、はい、でも特にそれだけ突出して好きっていうんではなく、好きなものが多くて困るんですよ。はい、はい、あの青葉こけし会のおじさんたちみたいに系統立てて、この工人さんの集めようとか、こういう系統のを集めようっていうのがまだそんなになくて、はい、あの これも可愛いんじゃないかって言って買ってる方ですね。はい、やっぱり個人さんによっても模様の描き方とか表情とかも変わってくるんですよね。はい、あの胴模様はあの系統によって特徴があって、あの系統を見分けるために役に立つんですが、はい、同じ系統でも工人さんによって顔の描写やなんか癖は全然違うと思います。あ、そうなんですか。はい、なんかすっごいあの難しそうですよね、こうやって絵を一発でグーッとちょっと細かいですよね。そうなんです、あの工人さんは墨と筆でお描きになるんですが、はい、一発勝負なんですよ。あ、それでこんな綺麗に描けるっていうのは、あのやっぱり初めて描いてるところを見た時は感動しました。もう本当になんかもう尊敬に値しますよね。そうですよね。もう本当に尊敬する人たちばっかりです。そういったあの工人さんとの何でしょう、出会いというか、なんか良かったことみたいなことってありますか？
やっぱりお人柄に触れて、その人がやっぱりなんて素敵な人なんだろうって分かった時は、その今まで自分が好きで買ってきたその工人さんのこけしがより特別なものになります。あと温泉地が多いんですよ。あの温泉と一緒に発掘してきたのがこけしなので、あの温泉のお泊まりの旅の思い出とワンセットになるんですね。あ、そうなんですか。温泉に行ったらこけしを買ってくる、はい、あ、皆さんもそうしてください。はい、分かりました。はい、え、なんかそういう温泉とともになんか歴史っていうのはあるんですか、そのこけしの。私よくわからないんですけど、あの詳しい研究者の方じゃないので私はうろ覚えなんですけど、もう100年以上前からあったみたいです。そんなに前からあったんですね。はい、あの生地屋さんって言いまして、はい、あのお椀とかお皿とかああいうものを引くっていうんですけど、このくるくるくるって回して削っていく作業ですね。あ、はい、生地引きって言いますけど、それをする方を生地師さんって言うんです。木の地面の地の師ですね。でその方たちがあまりの木のちっちゃいものがもったいないので、自分の子供におもちゃ代わりに作って持たせたのが始まりじゃないかっていうのが。あ、それがこけしの発祥なんです。あのいろんな説がありますけど、今それが有力なんじゃないかって言われてるとこですね。あ、そうなんです、はい、どうしてそのこけしに興味を持ったのかっていうことをお聞きしてもいいですか。あ、根本的に木でできてて一つ一つ手作りなんですね。その価値を知った時にやっぱりより深く惹かれましたが、最初は好きな多肉植物の会にいる仲良しのおじいちゃんがですね今年85歳になるんですけど、あのその方がたくさんこけしも集めてらして、こう遊びに行くためになんとなくこうハマっていったような。あ、そうなんですね。こういうこけしばっかりじゃなくて、本当にいろんな形でいろんな模様でいろんなお顔の大きさのこけしがあって、でよりこう惹かれていきました。頭が大きくて胴が細いっていうのがこけしだと思ったんですね。ですよね、はい、いろんなのがいるんですよね。あ、そうですね、やっぱり。そこの一番手前にある小さいやつですかね、なんかこうカゴみたいに入っているこけし、私初めて見たんですけれど。これはね、あのエジコの変形型なんです。エジコってわかりますか。昔農作業するときに大きめのカゴに赤ちゃんをスポッと置いて、田んぼや畑のそばに置いてバンしたんですけど、そのエジコは普通は顔が真ん中にあるんですけど、これはずらしてこう眠ってるような感じにさせてんです。これも遠がったの系統の工人さんの、女の工人さんのです。へえ、可愛らしいですね。はい、最後に青葉こけし会の活動についてお話しいただきたいと思うんですけど。はい、青葉こけし会は今年30周年を迎えるんですね。おめでとうございます。はい、で会員はだいたいどのぐらいなんだろう、50名以上いるんですけど、全国に散らばってまして、遠くは山口県とか、そんなに遠く、北海道とかで、あの今回はその会員の中から募って、有志の方が自分の今まで好きで集めてきたこけし、自分が今こういうこけしを楽しんでるっていうのを展示する記念展示があります。あ、そうなんですか。いつある、今年はあるんですか。あ、そうですね、今年の4月15日から7月27日までって会期が長いんですけど、五ツ橋にある亀井美術館さんっていうところでありますので、いいですか。あ、いいですよ、いいですよ。これが仙台のこけしです。さっき言うと作波ですね。お、あ、見たことあります、こちらの。あ、こっちはエナキチ型って言うんですよ。エナキチ型、はい、高橋エナキチさんっていう工人さんが大崎八幡の露店で売り出したのが初めだそうです。へ、こちらは作波ですね。あ、作波の、はい、一の坊のあたりにあるこけし屋さんです。足を運んでみてください。今回初めての試みで英訳文をあの
キャプションに付随させる予定なので、はい、外国人の方にも、はい、留学生の方なんかぜひ連れてってあげてください、はい、そろそろお時間となりましたと、はい、皆さんも掛け詞について知って楽しんでもらえたでしょうか。それでは次回もお楽しみに。皆さんさようなら。さようなら。